はい、幕末連歌花柳原始伝やっていきたいと思います。前回が結構辛いね回だったと思うんですけれども、さすがに参っちまってるみてえだな。逆にこれで参ってなかったらなかなかのメンタルの持ちですよ。斉谷君だけでなく御両英治の伊藤君たちまで命を落としちまったか。どうしてこんなことに。強く生きろ。お前さんが幼い頃から伊織はそう言い続けてきたよな。理想を持って生きる、それが強く生きることだとしたら、なぜ彼らはあんな結末を迎えることになったのでしょう。それは彼らの理想が誰かの理想とぶつかっちまったからだろう。理想といや聞こえはいいが、結局は各々の欲求だからな。私も理想、あの人たちのような理念を持って生きろと。伊織さんは私にそう言っているのですか。わしは伊織じゃねえから、奴の言葉の真意はわからんが、お前さんまで勤労だの砂漠だのといったもんに振り回されることはねえ。誰かを愛し、その人と共にあり続けようって思いを貫くのも強く生きる道の一つだと思うぜ。いいこと言いますね。うん。思想であれ恋であれ、思いを貫くことの辛さに違いはねえってもんよ。まあお前さんにはぜひとも女として生きてもらいたいもんだがな。私は女として、いやもうそりゃそうです、女として生きますよ。油工事事件は伊藤が生前に持っていた念願の一つの結末、結果的に叶えることになった。御両英治たちが本当に新選組の影響から脱し、独自の理想を持って動いていたことが、図らずも倒幕を目指す、皮肉だよね、本当ね。うわ、亡くなったメンバーじゃん、今の振動。何？タイトルだけ見ても意味はあんま分かんなかったわね。御両英治たちの死体が寺に埋葬されたか。あのまま放っておけば今日のカラスどもも喜んだだろうにさ。すごいねお前はね、ここまでなんかその悪に徹してるのは逆に褒めたいわ。すごいすごい、わーすごーいって言ってあげたい目の前で。もう嫌いだよね。うわちょっと待ってよ、篠原さんは絶対行きたくないよね。じゃあ大石行ってやる。おい大石、なんか話すことあるか私に。父さんたちの泣き顔を油工事に置き去りだなんてひどすぎませんか。甘いね。それが何か、好感度上げちゃった。いいねその表情。そうだ、あんまり喧嘩売らない方がいいんだ。喧嘩売るとあいつ好感度上がるんだよね。薩摩が兵を率いて京へ入ってきやがったが、難儀なもんだぜ。まったくわかる、難儀だよね。ほんと難儀、もう何もかも難儀だよね。いらっしゃった。大丈夫、なんか弥平さんのねちょっと HP が大丈夫かなって。抜け殻、ま、だよね。いないのですか。ああ、今日は早くからふらりとどこかへ出かけたっきりなんだ。外をうろつくのはまだ危険だから勝手に外へは出ないでほしいんだけど。どこへ行ったか分かりませんか。うん、今言った通り何も言わずに出てったから、俺もできれば探しに出たいけど今はまだ時間が取れなくてね。そうだ、富山さんを見かけたら早く帰るように言ってくれないかな。イエス。御両英治は事実上解散状態。今の弥平さんの居場所は一度追い出された薩摩藩邸しか残っていない。弥平さん一体どこ行ったの。え、なんか打ち来ればいいのにね。今新選の人に見つかれば命の保証はないというのに。まさかと思うけど。やっぱりいないか。どうしたの、深刻な顔して。お父さん、弥平さんもいませんでしたか。弥平君、え、今日は見てないわよ。
そうですか。弥平君がどうかしたの？いや別に、少し外へ出てきます。え、行ってらっしゃい。気をつけてね。下手なことを言ってお父さんにまで心配かけさせるわけにはいかない。偉いね。とにかく心当たりを探して。もしかして、ここに伊藤さんはいない。ご両英治という組織すらない。でも弥平さんにとっては思い出の詰まった場所だろう。大丈夫？なんかやっぱりここだったんですね。そろそろ帰りませんか？弥平さんの気持ちはわかる。でもいつまでもここにさせることはできない。ここでいつ新選組に見つかってもおかしくない。そう、帰るような。弥平さんは確かに変わりつつあったというのに、今目の前にいる弥平さんはまで抜け殻のよう。私は今の弥平さんに何と声をかければいいのか。いい加減にしてくださいは違う。あなたは一人じゃない。いや、まあ、ごめん、ミキ君はいいんだけどね、篠野さんはちょっと違うと思う。まさにまだご両親だった時の仲間がいるじゃないですか。それに私だっています。これは、これが一番大事なワードだと思う。ありがとうございます。安定帰りましょう。みんなが待ってますよ。はい。確かに芽生えつつあった弥平さんの心は深い悲しみによって壊されてしまった。でも私は諦めない。決して諦めたりはしない。いつか必ず弥平さんが屈託のない笑顔で笑える日が来るまで。大丈夫、来るその日。しんどいね。永井様もひどいわよね。私たちが梅ちゃんを襲うわけないじゃない。そうだそうだ。まあ近藤さんの事情聴取は仕方ねえとこもあるぜ。今日の奴らはみんな俺たち新選組の仕業だって信じ込んじまってるからな。もうだから全部大久保が悪いのよ。あんたよくもまあズーズーしくここに出てきたわね。大久保喋ってやろうじゃない。このジジイ。あなたはクソジジイ。私の名は大久保一蔵って書いてクソジジイって読むのよね。もうほんと、もう怒りがすごい。私のどうだろう、私の密偵として働く気はない。お断りします。高額の給金は保証するよ。金じゃねえんだよって本当に、ね、ふざけんじゃないわよ。誰か塩まいて塩。大丈夫？大石さん、今日は来てませんか？それならしばらくお邪魔します。立ち直れてないみたい。あれだけのことがあったのだから仕方ないのかもしれないけれど、まあね。だからね、弥平くんはね、多分優しすぎるんだよね、根っこがね。でも素敵なことよね。うん、また大石さんと何かあったのですか？それは。うわどうしよう。もうここはなんかストレートに元気を出してって、なんかまあでも元気を出してってちょっと無責任だよなと思うんだよ。だって元気って何みたいな感じだよね。いやーでも何も言わないのはちょっと弥平さんには違うと思う。ストレートにやっぱ伝えた方がいいのかな。少し声かけたくらいではどうにもならないか。あーダメだったかも。誰？今より半年以上前の慶応3年4月23日、瀬戸内海の美中、何海援隊の方法。沈没した大金を投じて借りていたいろは丸ごと鉄砲、弾薬などの積み荷が海中に。なんで今この情報が出てきたの？
変態であった者たちの間である噂がささやかれ始めた。え？三浦が新選組を動かした岡本わさと何かと。え？ムツさん、三浦九太郎の襲撃は今夜ですが、準備の方は。ムツさん、聞いているのですか？大声出すなよ。ちゃんと聞いてるからさ。ムツさんと同じ海援隊の方々も、あの男を見逃すわけにはいかないと口を揃えています。新選組を動かし、坂本先生をあのような目に遭わせた三浦を野放しにはしておけぬと。え？新選組大社に守られていた三浦を急に。はあはあ。新選組に対し相馬と敵として再会する。日本を平和に、そんな同じ目標を抱いていたはずなの者たちがなぜ敵対することになってしまったのか。その場に合わせた主人公は皮肉な運命の巡り合わせに心を痛めるのだった。しんどいわね。確かにみんな同じ目標を見据えていた、いると感じたのに。あの日語り合ったことは夢なんかじゃないはずなのに。なんだいなんだい、若い娘が心機臭いため息なんかついちまってさ。ごめんなさい。あんたも男のことを考えてため息つく年頃になったんだね。だいたい男ってのは好き勝手に自分の思い描いた目標に向かって突っ走るもんなのさ。そばにいる女はハラハラさせられっぱなしだよ。わかるわ。だけどね、そんな時こそドーンと構えてないといけないよ。結局男なんていくつになっても甘えん坊なんだからね。わかるわ。さすがいい女だわ。女は女なりに男たちの心の支えになってやればいいのさ。でもね、私は正直あんたが羨ましいよ。あんたは男の世界にまで飛び込んで共に戦うなんていう芸当までできちまうんだ。男が甘えてくるのを待つだけの私たちとは違った生き方も選べるんだからね。てか伊織さん出てこなさすぎ今思ったけどねえ。慶応3年12月ってあれこの辺じゃなかった？あの人天使様亡くなるのってこの辺？まだもうちょっと、もうちょっとか、もうちょっと後か、はあ、はあはあはあ、徳川幕府のね。難しいわね、ここまで来るとね、はあ、まあ、歴史はどんどん動いてますよね、ほんとね。え、何？もう終わったの？今のストーリー。だから短いのと長いのの差がえぐいね。すごいスピードで進んでいくんだけど。辰巳、本当にいいのか？ここを出ちまってもよ。ああ、お前についていくと決めたんだ、もうここにいても仕方ねえからな。とか言いながらまだ部屋の整理もしてないだろ。夜までにはちゃんとまとめとくつもりなんだよ。はあ、先が思いやられるぜ。でもまさかお前と行動を共にすることになるなんてな、世の中わかんねえんだぜ。なんかあれか、もうみんなそれぞれやっぱこう進むべき道進んでいくのね。ね、野村くん、野村くんはどうすんの？
ちはっす。お土産は、でも野村くんでも新選組に入ってるよね多分ね。お土産はないのですね。最悪だよねゆうとちゃんね、感じ悪い。俺の元気な笑顔で許してよ。うわ、何それ、ちょっとあんた言うようになったわね。ね、言うようになったよね、すごいすごい。何、吉信公が二条城を出て大阪城に入った。もうこの背景がダメ、私ダメだもん。なんかね、あれ出てくるんじゃないかって、あれね、ほんとあれが。長州の軍勢も京へ入ってきたし、いよいよっていう雰囲気が漂ってきたね。ああそうだな。まあちょっと最悪だ。じゃ中村さんでいいや。もう、あ、でも伊織さんでもよかったけどね。いや、これでも幕府に対抗するにはまだまだ心もとないものだ。それでも勝つつもりなんですね。負け戦は覚悟の上ですか。俺にそんな覚悟などない。下がった下がった。ひとたび刀を抜いたならひたすら勝利を目指すのみ。まあ頑張ってよ。人ごとすぎる。まあ頑張ってよ。新選組が二条城に入ったそうですね。二条城結構進んでるよね。悲しんだり後悔したりするばかりでは前進めませんから。そうですね。暗いな。何この人、並ばないでよ。ブチギレ、並ばないで。本当に八重さん落ち着かないようなら少し体を動かしてみてはどうですか。自由にしていいのですよ。ダメだ、刺さらないみたい。私の言葉はもう。伊織さん、新選組が伏見奉行所に入ったそうです。今度は伏見の奉行所に布陣か。あちこち世話しない連中だな。確かに世話しないと言われれば世話しない。絶対篠原さんと喋りたくない。伏見の様子が気になるの。これだよ、うん、あの空の下に野村さんや はじめさんだっけ、何さんだったっけ。好きなのでしょうか。え、私のこと。弥平さん、伊藤さんたちが亡くなってから弥平さんは変わった。ようやく芽生え始めていた弥平さんの素直な心が再び見えなくなってしまった。何も求めず、そして何も、ね、何ら拒むこともない。でもそれは元に戻ったということではない。今はもう偽りの笑顔すら忘れてしまっているのだから。弥平さん、何ですか。気分転換に少し外へ出ていませんか。ええ、いいですよ、あなたがそうしたいなら。弥平さんは自分の変化に気づいていないのだろうか。自分の顔から偽りの笑顔すら消え去ってしまっていることに。私が笑ってと一言述べば弥平さんは偽りの笑顔で笑ってくれるに違いない。でもそんなのは嫌。二度と弥平さんに偽りの笑顔なんてさせたくない。それな、うん、綺麗な夕焼けですね。そうですか。お腹空いてませんか。空いてるの何か食べに出てもいいですけど。篠原さんに判定から出ないよう言われてますから。ほっとこうよ、あんな人のことは。無理ですね。すみません。弥平さんが謝ることじゃありませんよ。すみません。うん、私ならこの感じ耐えられないな。一対一でこれでしょ。ゆたちゃん偉いよな。うん、どっか自分が変わってしまったとかそんな自覚はありませんか。さあどうでしょうか。弥平さん、何ですか。何か思い詰めていることでもあるのですか。それは今の弥平さんを見たら伊藤さんも悲しむと思います。
伊藤さんが。伊藤さんがいた頃は弥平さんすごくいい顔で笑ってたんですよ。笑顔なんて忘れてしまったなんて言いませんよね。斉谷さんが用意した異国の着物を着て見つめ合った日のこと、あの日のことまだ忘れてませんよね。ねえ弥平さん。答えてください。俺は弥平さんに何かを強要したりしない、そう決めていたのに。ダメな人間です。全部俺が悪いんです。斉谷さんも伊藤さんも、そしてあなたも本当に俺に良くしてくれました。でもそんな斉谷さんがあんなことになったのは、伊藤さんについていくと決心しておきながら大久保さんとの関係を断ち切れなかった俺の責任です。あの時斉谷さんの居場所が書かれた書状をあの人に奪われなければ、いえそもそも俺がそんな書状を預かりさえしなければ。今はただこの手に残る生々しい感触に浸っていたいのさ。やっぱり俺は救いようのないバカですね。弥平さんから奪った書状を読んだ大石さんが斉谷さんを、弥平さんが斉谷さんを襲ったわけじゃありませんし。でも伊藤さんが新選組に殺されたのも結局はそのことが原因で、斉谷さんのことがなければ新選組と五両英治の関係は悪化せずに済んだはずです。全て俺のせいなんです。そんなことないのよ。俺があの二人を、篠原さんは新選組が憎いと言います。でも俺は憎むことができませんでした。だって悪いのは全てこの俺なんですから。だから俺は結局大久保さんも大石さんも憎めませんでした。そんな俺が唯一憎むことができたのはこの俺、自分自身だけだったんです。なんと言えばいいの。難しいな、言葉が見つからない。そんな風に自分を追い詰めていたなんて。はい、憎むだけが人間じゃないと思います。許すことができるのもまた人間なんだと思います。弥平さんはもう十分苦しんだじゃないですか。だから何ですか。いや難しい。これ私が弥平さんを許します、自分を許してあげてください。でもさ、自分を許してあげてくださいっていうのを彼に問いかけたとしても彼にはそれができないと思うのよ。私は、私が弥平さんを許します。弥平さんが自分を許せないなら私が許してあげます。それではいけませんか。大丈夫、何言ってんだお前って感じにはなってない。大丈夫、その心から笑顔を見て、心からの笑顔を見てみたいのです。ありがとう。でも俺はもう、よさげだったのに。どんな形でもいいんです。私はあなたの力になりたいのです。どうしてあなたはそこまで俺のことを、あなたは俺のことを、いや俺はあなたのことを好きなのでしょうか。そんなこと私に聞かないでください。富山君、ここにいたか。キモーちょっと今いい雰囲気なの、あっち行ってシッシッ。取り込み中だったか。見てわかんない。いえ、何でしょうか。例の計画の打ち合わせの時間だ。すぐに来てほしい。何、例の計画って。はい、わかりました。すまんな。この頃のこっちの動きが私わかんないんだよな、あんまり詳しくないから。
やっぱり俺は何も望まない方がいいようです。俺が自分の道を望んだことで誰かが死に、そしてあなたを悲しませてしまう。なんかうまくいかないな。 I love you。 そう、 I love you です。俺はあなたを愛しています。くそ、もっとイチャイチャしてくれる。本当頼むよ近藤さん。え、なんだい。俺と二人きりの時は構わんが、大使のいる前でそんなため息は勘弁してくれよ。そう言ってもよ、調子づいた薩長の連中がよなよな挑発してくんだぜ。ため息の一つや二つも出ちまうってもんよ。まあ今は辛抱してくれ。まだ徳川は見捨てられたわけじゃない。大阪城で政権を徳川に戻すべきだと激論した長岡藩校のような方もいらっしゃるんだ。まあな、まだ薩長の連中も足場が整ってるわけじゃない。こっちはあいつらの足を救う機会を伺い続けるのみさ。まあ、なんとかうまく持ち直したいね。できれば掃除に景気のいい話を聞かせてやりたいしさ。近藤さん、そのことなんだが、例の場所にかくまっている掃除の容態が思わしくないらしい。そっか、なんとかならねえのかな。そうだな、辛いわね、掃除の問題もね。久々に見たわね、このスチールね。ああ、入れ。何ですか？五両絵師の残党に関する情報が入った。お前にも知らせてやっておこうと思ってな。おじさんの表情からするとあまりいい内容ではない気がする。五両絵師の人たちが何か。どうやら篠原大之進が中心となり、新選組襲撃の機会を狙っているようだ。危惧していたことがついに最悪だよね。彼らの標的は新選組局長近藤勇だ。ああ、よくないよくない。ああ、近いうちに計画が実行されそうな状況らしい。お前は彼らと親しくしていたからな、ことが大きくなる前に伝えておこうと思った。ありがとうございます。お前はどうするつもりだ？そうね、篠原さんは間違ってるけど、やっぱ弥平さんだよ。私も戦います。そのために剣を抜くつもりか？別に新選組大使を攻撃するつもりはないの。弥平さんを守ろうとしてるだけなのよ。お前には彼らの劇場に左右されず冷静な対応を心がけてもらいたい。俺からはそれだけだ。難しいわね。できることなら阻止したい。弥平さんがその計画に参加しているかどうかは気になる。もしも弥平さんが参加しているとしたら、私はやっぱり俺は何も望まない方がいいようだ。俺が自分の道を望んだことで誰かが死に、そしてあなたを悲しませてしまう。篠原の指揮のもと、阿部、佐原、宇都宮の3名が新選組沖田総司のもとへと向かいましたが。最悪。それで結果は？沖田襲撃は失敗したようです。ダサ。ふがいない。うるさいな大久保さん、あんた何もしてないくせに。ちょっと威張りすぎよ本当に。次こそは成果を上げるようにと伝えておくように。かつく。はっ。やはり彼らだけでは心もとなかったようだ。次の計画には君も参加するのだよ。はい。そもそも君は新選組を潰すための患者だったはず。それなのに何を思ったか、君まで五両英治に。いや、そのことはもういい。次は君がその手で新選組を混乱に陥れてやりなさい。どうしたのかな？返事を渋るなど君らしくもない。
まさか断る気じゃないだろうね。君が私の申し出を断れば、君の仲間たちの身の安全も保証しかねる。え、これ強く言いたいんだけども、仲間いなくね、そんなに。もう断ろうよ。あ、やってくれるね。はい。キモいわ、大久保。ほんとキモい。ゆうたちゃんさ、ちょっと大久保打とうよ。ぐさっと。富山くん。ぐさっとね。あ、ミキさん、富山くん。最近の君を見ていると、僕は悲しい気分になってしまう。一頃は僕らとも心を開いて接してくれるようになっていたというのに、今の君は再び心を閉ざしてしまっている。そう見えますか？ああ、見えるさ。君にはもっと自由に生きてほしいんだ。幸か不幸か、君は正式な御領維持でもなかった。今の君にはもはや何のしがらみもない。もっと自由に生きてみてはどうだ。いいこと言うじゃん、三木三郎。自由。篠原さんたちには僕から話す。君が自分自身の考えで生き方を決めたって誰も責めやしないよ。自由。自分自身の考え。三木さん、あの自由って何ですか？え、俺が何でも勝手に決めていいってことですか？でもそんなことをして大丈夫なんでしょうか？周りの人が迷惑じゃないでしょうか？富山くん、ほんとしんどいわ。今朝方、篠原泰之進以下元御領絵師の面々が新選組の沖田襲撃に失敗したそうだ。ダサいよね。はい、ということで、まあ、ダサいニュースが入ったところでね、今回ちょっと一旦終わろうかなと思うんですけど、いやー、ちょっとあれですよね。なんだろう、彼のこうメンタルケアを本当なんとかしてよっていうね。はい、ということでこれで終わりたいと思います。バイバイ。